新商品を持ってきます。その中の一つが三角チョコパイだったな。こんにちは、ハロウィンとフェスです。今日も村井さんにドッキリ仕掛けていきましょう。ありがとうございます。こちら原宿にあるユーリンやマックス村が経営するお店に閉店後お邪魔させてもらっておりますけれども、本日ですね、新商品会、マックス村の試食会、社長ですから新しい商品が出ると試食するわけですよっていう会が今回このユーリンやにてこの後取り行われます。その隙をついてマックスぐらいにドッキリを仕掛けちゃおうという。でもう今日実は会社で撮影終えてきまして、お疲れ様でしたって会社出ましたね、うん、はい、なのでもう我々がもう絶対来ないと思ってます、うん、家だと思ってる。そうですね、もう今頃家で俺酒飲んでると思ってるから。じゃあ俺らがね出ないんだったらどうやってドッキリをするのかっていうと、本日内通者といいますか協力者が見てくれてます。協力者の方よろしくお願いします。お願いします。ちょっと声を、新商品開発の責任者の方です。絶対ドッキリかけない方ですよね。絶対ドッキリかけない方。もうだって姉さんと言いますけども、姉さんがドッキリを仕掛けるなんてことはありえないですもんね。ありえないですもんね。なんだったら動画に出るような顔じゃない村井さんが見れるってことですよね。そうです、それが心配です。マックス村井じゃない、村井友武。村井友武社長、どんなドッキリを仕掛けるかというと、新商品試食会ですよ。姉さんが新商品を持ってきます。ダミーのね、いろんなお菓子を持ってくるんですけど、その中の一つが三角チョコパイだったな。完成されてる。新商品でもなんでもない。これが、マックスブライに新商品として提供されます、はい、その時マックスブライはどういうリアクションをするのかというドッキリでございます。ということで、もうちょっとで会社での会議を終えて村井さん来るんで、我々はバックヤードに隠れて村井さんと姉さんとのやり取りを見つつリアクションを楽しみましょう。ユーリンアンさんのキッチンにお邪魔させていただきました、はい、お皿をお借りしましたので、うん、あれ何んこれ新商品、お、これ新商品。あれ、これがこれイチゴの方の最近出た方ですね。最近出た方ですね。だからマックスぐらいチョコ見慣れてるから、うん、イチゴの方を先に提供しましょう。そうだね、姉さん、これ三角チョコパイ今からね提供しますけど、はい、どうすかね村井さん、どうすかね。いや、これで気づかなかったら本当に厄介です、はいはい、欲しいよ、はい、すごいじゃんって言われたら、はい、お世話になりました。いや、そりゃそうだ。そりゃそうですよね。気づいてくれよっていうことですよね。いや、もうさすがにオーナーとして、はい、そこは気づいてほしいです。そうですよね。最高っすね。楽しみっすね。楽しみっすね、はいはい。で、もう来ます。もう来ます。もう原宿駅着くんですもんね、はい。我々はバックに隠れて、はい、見守りましょう、はい、さあ、行くぞ。絶対バレないこれ。絶対バレない。もうパパパッと、うん、パパパッとやりましょう。で、アイスコーヒー、あ、ホットコーヒーどうしたの。アイスでもいいよ、どちらも。パパパパアマーフィー、パパパパアマーフィー。ちょ、説明してみてよ。パパパパフィーはアイスじゃなくていいよ、ホットを利用してたら。パパ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 、薄着できちゃったからさ。それ薄着出せる。ドリップ巻いちゃって抹茶からだよ。いや、それはこれで、ああ、どうぞ。それあ、ごめんなさい。はい、カットしないと。カットしてほしい。うん、じゃあ座ってて。
だって、この後がイメージできないから。この後が一体どれぐらいなのかイメージできない。私ね、ヒゲさんぐらい食えないんですよ。ヒゲさん死のうと食ったから。生クリームが結構強いから。じゃあパフェトップはやめようかな。もっと少なくてもいい。生クリームもっと少なくてもいいって言ってますね。次、とりあえずこれは別に目玉でも何でもなくて、なんか油脂成分多めな感じ。そう。お、さすが。いや、これはもう普通に美味しいと思います。それコーヒーに合いますよね。いや、めっちゃ美味しい。これはとてもいいと思います。はいはい、よかった。じゃあ3つ目。はい、どうぞ。はい、じゃあ3つ目。はい、どうぞ。はい、展開、はい。これドッキリ動画でしょ。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 ドッキリじゃないでしょ。村井さん、てってれですよでしょ。あ、私がカメラ入ってるでしょ、これ。私のカメラ入ってる。入ってないよ。どっからどう見てもドラ焼きじゃねえぞ。え、これドラ焼きじゃないでしょ。ドラ焼きじゃないけど、これ、実は仕入れられるんですよ。ちょっと一回食べてみて。油淋庵で、なんで私の時にドッキリが来ると思う。コーヒーでね、一旦ね。うん、うん、仕入れてる。仕入れれるんですよ。パクパクパク感とかすごいじゃないですか。おいしい。おいしい。ちょっと中身にまだたどり着いてないんだ、味あれだけど。いちごか。いちご。あ、それ全部食べなくていいですよ。私も食べたいんで。どう？すごくないですか？いや、普通に美味しいですよ。マクドナルドの三角パイね。村井さん、ドッキリですよ。気づかなかったじゃないですか。村井さん、悔しい。姉さん、普通に美味しいって言ってましたよね。いや、美味しい。いいね、一番。悔しい。ダメですよ、自分のところの新商品を三角チョコパイ販売しちゃダメですよ、村井さん。来ると思ってなかったでしょ。声がちっちゃいです、村井さん。ということで、自社の新商品がマクドナルドの三角チョコパイに入れ替わってるドッキリでございました。この動画が良かったよという方は、ぜひとも高評価、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ユリアにお越しいただいて、三角チョコパイを売ってないか確認しましょう。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。カメラどこにあると思いますか？